はい、皆さんこんばんは。はい、はい、こんばんは。今日ね、あの、はい、B リーグ B リーグ B リーグ B リーグバスケットボール B B リーグ、はい、今やってますよ、キングスと、あー、統一したんですよね。そうそうそう、東京でやってますね。おー、キングス頑張れ。まあ皆さん今 BS1 を見てる、うん、はい、かと思われますけれども、まあ、ラジオ聞いてないかもしれない ね。ラジオも聞いてくださいね、はいはい、ということで、では参りましょうか。はい、はい、8時だよ、なるさんの今宵もアイアタンチの番外編、はい、ね、番外編もこれあと2回、いよいよあと2回、今日来週ですね、今日合わせたあと2回でございますね、はいはい、なるさんの今宵もアイアタンチのアイアタンは、あだったこだったのアイアタン、うん、あ、はい、そうだったねみたいな感じで、この前そうね、アイアタンって使ったらね、分かんなかった人がいましたから、はい、うん、ジノンはそう、ね、アイアタンってあまり使わないもんね、はい、普段ね、はい、ジノンはこれはもうギノワン、はい、ギノワンのことを方言でジノンと言いますね、うん、はい、はい、番外編でございますよ、うん、後期2676年ですね。今日は秋分の日、はい、秋分の日、はい、秋、みんなね、お休みで、もう沖縄もさ、ね、秋っぽい、いつからか秋っぽくなってきましたよ、うん、もしかして紅葉、紅葉はないですけど、紅葉はないですか、まあ、でも風がね、まだ暑いですけどね、まあ、暑いですけど、ね、風が冷たくなってくるのと、ね、あと空が高くなる感じ、うん、はい、今までこんなに感じたことはなかった気がするんですけど、やっぱ変化してってるんだなと思います、ね、はい、秋めいてますね、うん、はい、はい、さあ、番組ではですね、はい、メッセージも募集しております、はい、メールアドレスは797ナンクルナイサの797アットマーク、はい、fmginowan.com、 また、FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております、はい、そして、サイマルラジオでですね、うん、ネットでラジオが聞けますので、FM ギノワンのホームページから見たり聞いたり、してくださいね、はい、ツイッターも連動しておりますので、はい、たくさんツイートしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ではこの番組は、はい、日本語と英語の学びの奥へ、バイリンガル教育のビジービースクール、はい、ありがとうございます。オリジナルプリントのプリント沖縄、はい、はい、オフィスクリエイティブウィングプラン、はい、みんなの役に指導、はい、以上スポンサーの方々とその他たくさんのサポーターの皆様のご協力でお送りいたします。はい、はい、では改めまして、こんばんは、メインパーソナリティのなるさんでございます。はい、こんばんは、未来さんです。はい、カーリンです。本日はですね、未来さん、はい、はい、沖縄問題の専門家、うんうん、ロバート・エルドリッチ博士の、そうですね、数々のね、本の中から、うん、こう気になる項目っていうんですかね、はいはい、をこうリストアップしていただいて、うん、はい、これみんなで考えましょうという、そうですね、ね、番組にしたいと思いますので、はい、お楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、では CM、はい、CM 入ります。はい。さあ、ということでですね、はい、先ほども申し上げました通り、はい、本日は、ロバート博士。そうですね、この数が、ね、はい、あるこの本の中からいろいろこう、なんていうんですかね、問題提起、うん、いいですか、はい、してみたいと思うんですけど、未来さんが気になるなんか、はい、ありました？僕はまあ、マスコミですね、あの沖縄のマスコミについて、はい、ロバート博士が非常に、まあ、辛辣なので、まあ、本当に事実をお話をされてますけども、うん、今年のですね1月20日、1月の20日付でですね出た沖縄論という本があります、はいはい、これあの新潮新書から出て、はい、これはあのこの本は沖縄でほとんど並ばなかったというね、いわく付きの本です。これが最初でした、こう一般書というか、まあ、こういう感じの専門書じゃない、ね、はい、以外のね、今年に入って本当に6、7冊ぐらい、5、6冊ですかね、出たんですけど、はいはい、この沖縄論という本が最初、まあ、1月初めに出たんですけどね、本屋さんがどういうわけか入れてくれなくて、うん、まあ、それだけあの内容がね沖縄にとって非常に都合が悪い、マスコミにとっても都合が悪い内容だったんですね、うん、で、まあ、その中で私はあのメディアのことをちょっと取り上げたいと思うんですけども、はい、その4章にですね、はい、沖縄のメディアと活動家との戦いという章がありまして、
これはエルドッチ博士が海兵隊の外交部次長をなさってた昨年ですかね、昨年までのそのなさってたところから、いわゆる解雇という形で、はい、お辞めになるんですけども、そのお辞めになる最大の原因になったものすごく大きな事件があるんですね、うん、でこれは2015年の2月22日に普天間基地の、はい、移設先に予定されている名護市の辺野古のですね、キャンプシュワブに反対基地反対が押しかけたんですね、はいはい、でそのうち何人かが日本人の警備員らのを繰り返し挑発して、現場は騒然とした状況になりましたと、はい、で、その時の様子は私が公開した映像でも今も確認することができますが、暴力的な集団行動を率いる反対派のリーダーはですね、Y さんですね、はいはい、Y シロ、H ドジさんという方なんですけど、超えてはいけない黄色いラインを自ら何回も超えたんですね、はい、実際ですね、これ動画出てますね、はい、動画でもその後出ましたけど、はい、で超えて何度か挑発をして、超えてまた引き下がってこうというやった後に、警備隊がいわゆる捕捉というか捕まえたんですね、で捕まえたんですけど、結局これがいわゆる不当逮捕だと、境界線を超えてないというふうに相手は主張して、でとんでもないことに、この地元メディア、はっきり言って沖縄タイムズですけど、はい、このタイムズの記者がその境界線の中にいたんですよ。あれ両方いましたっけ、新報も、ね、新報は行ったんですかね、新報いたかもしれない、両方ね、なんか2人いましたけども、はい、タイムズの記者がいたんですけど、はい、自分も境界線の中にいたんですね、はいはいはい、で、その Y城さんがリーダーの、いやもう山城さん、記者さんも黄色い線より内側に中に入って、取材その活動をやってた、これも動画があるんですね、全部あります、はいはい、でそれで、その山城浩二、もうはっきり言いますけど、山城浩二リーダーがですね、結局不当逮捕だって言って騒ぎ始めて、はい、でこのマスコミが全部そっちに同調したんですよ、でもこれによって結果的にこの映像を、ロバート博士はこれは流出ではなくて公開、そうですね、本人が言われてますけど、公開という形で、はい、出したんですね。これは別に秘密映像でも何でもない、普通のそのいわゆるカメラによってその日常、その日一日のその基地のゲートの状態を、はい、映してる、その記録してる、その映像を出したところが結果的にエルドリッチ博士は、平たく言えばクビになってしまったと。そうですよね、流出させたということによってですね、これが一番で、この中でそのメディアがもう大バッシングを始めて、はい、いわゆる新報、タイムズ、それからテレビも、ラジオもというか、そういう始めたんですね、でこれによって、これで結局沖縄のメディアがいかに異常だと、もう普通常のメディアとしての役割を全くなしてないと、はいはい、いうことがはっきり、いわゆる世間というか日本中に、もしくは世界中に知らしめられてしまった、ロバート博士は、一番ご本人がね、そうですね、やっぱり差し違えた形で、はい、お辞めにはなられたんですけど、でもやっぱりロバート博士のやられたことっていうのはすごい、これも一つの沖縄の中でのですね、大きなこのメディアのに対する、なんと言いますかね、メディアがいかにその嘘を言ってるかということを、平気でね、嘘を捏造してるかということを、告発する一つの事件になってしまいましたね、あれロバートさんが公表しなければ、はい、そのままもうそうです、はい、永遠にこれはスルーというかね、そうです、そうです、世間には、ね、はいはい、こう出てこなかった、そうですね、違法行為ですよね、はい、あれはね、だからロバートさんが沖縄にいらっしゃった滞在年数って約7年ほどだというふうに聞いて、はい、今年の8月に関西の方にお帰りになられたんですけど、はい、面白いのはですね、やっぱりこれってやっぱり沖縄と内地の一つの面白い現象だというふうにこの中に書いてるんですけど、ロバート博士が、私自身2009年に海兵隊に着任するときは、前は、はい、沖縄がかわいそうだ、
もっと沖縄の声を聞くべきだという認識があったと、うん、なるほど。だから沖縄に住んでない、沖縄にいらっしゃらない間は、うん、結局この沖縄のメディアの報道をそのまま受け取って、うんうん、沖縄はそのまま虐げられてる、はい、本土の犠牲になってる、差別されているということを、うん、あのロバート博士でさえ思ってた、うん、ところが沖縄に着任して海兵隊の、まあ、外交部のお仕事をなさっていくうちに、うん、メディアがいかに異常なのかということを、うん、あの気がついて、まあ、それを発表され始めた途端に、あのいわゆるメディアにとってみれば目の上の炭鉱部というか、そうですね、ことなんですね、うん、になってしまって、結果的に まあ、ある種総攻撃を受けた、うん、この山城広地黄色い線越え事件であってもですね、受けて、まあ、こういうふうになったんですね、はい、うん、で、まあ、もう一つそれと同時にですね、東日本大震災があって、はい、うん、友達作戦というありました ね海兵隊がもう胃の一番に、はい、現地に駆けつけて、本当に仙台空港ですか、はい、仙台空港を1ヶ月で、こう1年ぐらいかかると言われてた、うん、仙台空港1ヶ月で飛行機の離着陸、離発着ができるようにして、うん、まあ、救援物資がスムーズに届くようにしたということを、これはアメリカの海兵隊が、まあ、友達作戦ということでやられて、その発案者の一人なんですけども、ね、この何ということか、この沖縄のメディアはですね、この友達作戦に対しても、これは2011年の3月18日付の琉球新報ですけど、うん、どのようなレトリックを使おうとも、県民を危険にさらす普天間飛行場やその代替施設は沖縄にいらないと、全く関係ない、うん、この基地反対の論調を出したんですよ、うん、だから日本を救ってくれてる、うん、もちろん沖縄も日本ですから、日本人同じ日本人、東北の日本人を救ってくれてる、うん、この海兵隊に対して全く関係ないこの基地問題を記事に載せた、はい、それからタイムズはですね、同じ3月22日後付でですね、震災の政治利用は現に、慎むべきだと、これ政治利用でももう全く何でもないですよ ね、 そうですね、本当にこれも、まあ、義教心というか義の心というかね、うん、困ってる人がいたら助けてあげたいという、はい、それを結局沖縄のメディアからすると、全ては結局そのなんとか憎しじゃないけど、坊主にけら、ね、けさまで憎いじゃないけど、うんうん、海兵隊が日本のためにやってくれさっている行為に対してもケチをつけて、うん、基地問題にすり替えてしまうというですね、はい、もう本当に沖縄県民としては非常に情けないというか、ねえ、はい、何でしょうね、はい、多くの県民の方はそういうことをご存知なんでしょうか。これは新聞しか読んでない世代は知らないんでしょ。刷り込みでしょ、刷り込まれて刷り込まれて、ああそうなんだなっていう。新聞とテレビしか見てない方は知らないでしょうね。知らないか、知らないっていうか、自分で考えることをそこでやめてるんだと思います。新聞が正しいっていう、もうそういう認識でしょ、うん、普通は、ね、新聞が嘘書いてるなんて思わないじゃないですか。思わないですね、みんなさんが読むようなもんですよ、うん、でいいことが書いてあるみたいなさ、そうなんです。それをもう何にも考えずに取り入れて、全て真実だと思ってるわけですね。 新聞がそこで多分考えることをやめてるんだと思います、うん、なるほど。それで、まあ、まあ、本にはいろんなことが書いてはあるんですけども、うん、はい、その沖縄に住んでると結局基地問題は避けて通れないと、うん、必ず沖縄戦の話が出てくるし、はい、メディアも基本的にはまあ、反政府、うん、反日、反米、うん、全部反対なんです ね、 そうですね、沖縄のメディアをね。でそうするとですね、教育界もその影響を受け続けていますとロワ氏は書かれています。うん、でメディアを正さない限りはおそらく教師たちの見方も偏ったままだし、うん、生徒たちも影響され続けます、うん、これもその通りの現象が起きてますね、まあ、ということは根源はメディアですか。そうですね、そうですよね、はい、いわゆるその両論兵器さえもしないというか、うん、はい、偏ってすぎてますよね、うん、そうですね、はい、まあ、そういうこの沖縄論の中でロバート博士が本当に今年入ってすぐにそういう論調でね、うん、お話というかその出されて、うん、まあ、半年後に沖縄を利用されたんですけども、うん、
やっぱりこの発言の意味というかこう重大性というのは非常にこれから、はい、今のね辺野古とか高江の、あの問題を見ても、うん、もうすっかりこう効いてくるというかものすごくこうヘビー級のパンチのようにこのロバート博士の言葉が効いて、うんうん、効いてくるじわ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 聞いてくる読んだ人は読んだ方はね、はい、多分もうね勝てる聞いてくると思いますね思いますけどねそういう感じですねで、まあ、なるほど、いつから沖縄はこうなったんでしょういつからなったんでしょうか、ね、オスプレイが配備されてからオスプレイ前後から激しくなりましたね、うん、なりましたよね、はい、もともとヘリパートがこうありましたけど、はい、オスプレイの配備からなんか激しくなってものすごく極端になりましたねなりましたよね、はいまあ、あのオール沖縄とかいう言葉が出てきて、うん、オール沖縄でも何でもないんですけど、ね、オール沖縄というふうにこう妄想というかそれまでは野崎ゲートとか大山ゲートいませんでしたよね確かねいなかったですねオスプレイが配備されてから、はい、まあ普天間基地ですからねオスプレイね、はい、そのオスプレイなんですけれども、はい、今日ほらハリアーがハリアーはちょっとね落ちましたね落ちましたねそうなんですか瀬戸岬のところで、はい、今日何もニュース入れてないな150キロぐらい先ですか、ね、何があったんですあれ原因はなんかまだ究明されてないですねまだ今のところまだだと思うんですけれどもじゃあ何速報で流れた流れましたそうですね乗組員が、40分後に救助されたということで、はいはいはい、あじゃあ無事ではあるんです、はい、なくなってはいないんですけ どオスペルよりハリアーの方がうん、うんうんうんでもオスプレイ、ね、本当ですまたいろいろちょっとあれ外来機ですかねカデナにありましたっけハリアってハリアはもしかすると岩国から来たかもしれない、ね、じゃないんですか、うん、確かハリアはまあ明日またねなかったような気がする大発表漁師の新聞が出てああそうですねはい、うん、もうでやるでしょうね、うん、でも結局書きたいことはオースプレイが一番危ないって書きたいですよ、うん、でもねやっぱりね私反対派の意見よくわかるんですよ、うん基地反対、はい、僕も基地反対なので、うん、アメリカ軍の基地が70年間も沖縄に、うん、沖縄にというか日本にねいるっていうのは異常なことじゃないですかで沖縄だけじゃないですよ ね基地はね、まあ、日本中にありますね、横田にもありますから、はい、これ70年間日本にアメリカ軍の基地が駐留してるっていうのもね、うん、やっぱり日本政府に言うべきですよね自分たちで自主防衛ができる体制を整えて、うん そうですね、そしてアメリカさんにはちょっと引いてもらいましょうみたいな形に持っていけば、うんはい、基地反対派と我々の意見は一致すると、うん、我々も最終的には基地は米軍基地は反対ですと、うんうんまあ、その代わり自衛隊は大賛成ですけれどもね、うんうん、で不思議なことに自衛隊も反対という人がいらっしゃるんですよ中にはもう何も立てもかんでも反対ですね、うん、これ厄介ですよねそうなるとちょっとね話がね平行線になっちゃう、うんしまうんですけどね、それですね、まあ、私のちょっと話の結論を一言だけ言いますけど、はいはい、そのロバートさんのもう博士のもう一冊のですねちょっと過激な本があるんですけども、うん、もしかすると題名が過激なやつですか、はい、誰が沖縄を殺すのかという、うん、ユーストの人をこう、ね、本が映ってますけれども、はい、ありますね、うん、その本の中にですね、はいまあ、非常にこう衝撃的な一言が入ってるんで、まあ、これは私のちょっと私 この担当の結論にしたいと思うんですけども、はいうんよく沖縄メディアのことを政党の機関紙、うん、これ政党ってどこの機関紙政党でしょうねさらには過激派の機関紙のようだと称する人がいるが、うんうん、それを明確に否定できるだけの材料が残念ながら現在の私にはなかなか見つからないとということはその通りということですね。その通り、うん、もうどう研究してもこの方はすごく20年以上沖縄のことを研究されてきて、まあ、沖縄に直接来られて海兵隊に入られて、はい、さらに沖縄の研究をされたんですけど、はい、この研究をしても、うん、沖縄メディアが、うん、どこかの政党の機関紙、まあ、隣のね、まあ、はっきり言いますけどシナの機関紙20年経ってもやっぱり、はい、20年前からやっぱり、はい、そういう感じだったんでしょうねで、うん過激派の機関紙、うん、結局相手 その側反対派の意見しか載せないそうですね、一言で言えばです、ねはい、テレビもそうですよね、はい、テレビのインタビューも、はい、もう賛成派はいないですねそうなんですよ、はい、
反対意見だけ、あったとしても、はい、なんだろうね。ということはみんな沖縄は反対だというふうに本土の人に移ってしまって、そういうふうに見られて、最近だから沖縄バッシングすごいですよ ね本土からもうね、そうなんですか、お前らも独立しろみたいな、もう独立していらんと、もうね、呆れられてるんでしょ、かかね、はい、うん、で決してね、まあ、うん、沖縄の方たちは独立は望んでおりません、はい、ね、おりません、はい、99% ないです、はい、うん、断言中です、はい、僕の担当はこれ以上ですね。そうですか、はい、ご苦労様でございました、はい、どうしましょう、ありがとうございます。じゃああの曲いきますか。早いまだ、いやいいですよ、いいんじゃない、もう曲、うん、もうあの秋なので、はい、トパーズ色の街、トパーズ色の街をかけてみましょうかね。これ風の曲なんですけどね、はい、じゃあちょっと秋の曲ですよ、ね、よろしくお願いします。秋でしょ、秋でしたね、秋なんですね、都会の秋ですね、はい、そうですね、うん、ここでですね、はい、ロバート博士とはどういう方かというのをちょっとご紹介したいと思うんです、はい、思いたいんですが、はい、思いたいだって思うのですが、あの兵隊さんじゃないんですよね、うん、兵隊、決して民間人です、海兵隊にいらっしゃいましたが、はい、ロバート・ディ・エルドリッチさんね、はい、政治学博士、博士と言ってますので、はい、はい、軍事博士じゃないですよ、はい、政治学博士で、はい、1968年はい、もうお若いですね、68、ニュージャージー州生まれですね、7つも若いですね、はい、なんで皆さん自分の年ばらすの、ああそう、アメリカのリンチバーグ大学国際関係学部卒業後、はいはい、文部省の JET プログラムで来日、うん、1999年ね、うん、神戸大学法学研究科、うん、博士課程後期課程修了、うん、はい、すごいですね、ね、大阪大学大学院、はい、反対ですからね、国際公共政策研究所准教授を経て、うん、そして2009年に在沖海兵隊政務外交部次長に就任、うん、はい、先ほど未来さんが言われた通り、東日本大震災では、うん、友達作戦の立案に携わると、そうですね、うん、はい、そして先ほどご紹介した、著書に、誰が沖縄を殺すのか、うん、沖縄論、そして尖閣問題の起源という、これ専門書ですよね、専門書で、はい、学術書みたいな、はい、沖縄問題の起源、はい、などがあり、また何でしたっけ、うん、ケント・ギルバートさんと一緒にね、はい、対談もあります、危険な沖縄っていうのも出しておりまして、はい、あとは釈さん、うん、釈さんと一緒に出された本 で、うん、一緒に考えよう沖縄、はいはい、という本を出されております、はい、今年になってですか、うん、本がたくさん、そうですね、ね、でも特別なんかね、うん、そういう年で、はい、なんかこう、うん、打ち上げ花火のように花火を上げていただいて、はいはい、ね、うん、私が気になったものはですね、はい、前にご紹介したかと思うんですが、これ、はい、正論っていうあの月刊誌、うん、産経の、はい、産経新聞社の正論っていう月刊誌の、はい、2013年はもうね3年前になりましたけれども、はい、2013年に、発売に、正論に、載ってます、はい、この日米のここなんですかね、問題、うん、問題課題、あと10年で克服 しなければならない10の課題っていうのが、うん、掲載されてますけれども、ロバート博士、ね、ロバートさんの、はいはい、これがですね、今でもなんかちょっとこう気になるというか、はい、ちょっとねご紹介しますね、うん、はい、これが、まあ、10あるんですけれども、うん、1番が、はい、在日米軍への正当な評価、評価ですね、はい、で2番が日本の政治家の資質、資質、はい、ね、3番沖縄問題の、日本の認識、はい、うん、で自衛隊への投資、4番ね、うん、で5番陸海空の自衛隊の指揮命令系統の統一、あ、統一ね、はい、うん、で、6番自衛隊の水陸両用作戦能力の強化、うん、うん、はい、水陸両用ね、はい、7番、はい、尖閣を含む領土防衛の強化、うんうん、そうですね、で8番集団的自衛権の確立、はい、はい、で9番インド・オーストラリア等との連携の強化、はい、で10番が憲法9条の改正と情報発信能力の強化、うん、というふうにこの10の項目10項目をね
掲げてるんですけれども、それも全部重たい、重たいというか中身がありすぎるですね。一番ですねこれね、はい、在日米軍を厄介者扱いすることをやめてですね、公に、表裏なくその存在を評価することということが一番目に書いてありますね、はい、まあ日本のメディ沖縄だけじゃなくて日本のメディアが、はい、基地負担や、兵士の犯罪、あと騒音問題、あと事故の可能性というんですか、はいはい、負の部分ばかり、こう、まあ、報道すると、取り上げると、はいはい、ね、そして沖縄において在日米軍が果たしている役割を、公正に評価すべきであると、はい、いいこともやってるんですよね、そうですね、ということは決してこう、はい、報道しない、うん、そうですね、意図的にしないですね、うん、はい、日本の政治家はですね、うん、現実を見ない空想的平和主義者がかなり多く存在するので、はいはい、彼らは、うん、日米同盟を毀損し、毀損って何でしたっけ、はい、毀損っていうのを壊してしまうということですか、壊すね、はい、うん、日本の安全保障に確実に害を与えていると、はい、確実にですね、はい、あ、そうです、そうなんですよ、うん、ね、政治家のことですよこれ、はい、彼らは単に気づいてないだけなのか、うん、それとも意図的に日本を弱体化しようとしているのかは分からないみたいな、どうでしょうみたいな、まあね、最近の蓮舫さんの話題からもありますけど、やっぱり日本を意図的に弱体化しようとしているというふうに見えますけど ね、うん、日本人ではないというね、そうなんですよ、それゆえ、はい、現実を直視し、戦略的かつ国家的視点を持つよう、はい、これらの政治家を扇動すると、はい、まあ当たり前ですけれども政治家は、まあそうですね、愛国主義者であるべき、うん、これ、はい、当然ですよね、本当当たり前ですね、とも、うん、日の丸に落ちもしない、はいはい、政治家さんもいらっしゃいますけど、うん、まあ、ね、はい、日本の政治家ですから ね、うん、でもなんですよね、受かっちゃうんでしょ、みんな知らないから、愛国者じゃない政治家には、政治家は、うん、政治家になる資格はないということですよ ね、 そうですね、うん、こういう政治家を許していたら、はい、日本の政治はさらに麻痺し、うん、中国の影響下に置かれた属国になってしまうと、ストレートに、うん、そうですね、おっしゃられてますよ、ロバートさんは、まあ、沖縄はね、はい、そういう中にも入ってますからね、はい、知事さんもそうだし、あ、そうなんですか、はい、尾長さん、尾長さんもそうですね、他の方もそうですね、うん、で3番のこの沖縄問題の認識ですね、はい、認識、うん、いわゆる沖縄問題の本質を、うん、まあ、認識することということなんですが、はい、それはすなわち、常にですね、うん、被害者という沖縄はね、うん、立場から不満を言い立てて、うん、政府からお金をなどを奪おうとしている一部の不誠実な人々が、うん、政府からお金を奪おうと思っている一部の不誠実な人々が沖縄を代表しているとは、はい、言い難いという事実をですね、うん、国民に広く知らしめるべきだという、うん、まあそうですよね、うん、そうそうそう、反対すればするほどお金がもらえると、うん、いうことを、ね、考えてやってる人たちが一部ですね、一部はね、そうそうそう、これが沖縄の代表って思われると、はい、その一部が代表と思われてるってこと、はい、うん、そうそう、思われてはいけないっていうことね、思われてはいけない、うんうん、もう思われてるわ、はい、うん、思われてますね、もう思われてます、これは思われてないというふうに国民に広く知らしめるべきだと、あれは一部の人たちですよ、うん、まあ、オール沖縄はね、一部の人たちですよ、オール沖縄はないです、だからオールじゃないんだよ、言葉に騙されないでください、うんうん、そうですね、はい、多くのメディアがですね、はい、その不誠実な人々の意見を沖縄の声であるかのように報道してますが、うんうん、また、はい、マスコミの話になるんですけれども、はい、それはあまりにも無責任だということなんですよね、はい、うん、そして、はい、その米軍基地を置く見返りに、うん、日本政府は沖縄に、ね、うん、お金をばらまいてますけれども、はい、落としてますね、そのお金を、はい、なんですか、日本のために利用すると、うん、特に自衛隊に投資すべきであるということです、はい、そうですね、日本のために使ってほしい、はいはい、うん、本当にね、やっぱりね、その国防という観点から守るためにやっぱ使わないといけないですよね、反戦平和ビジネスみたいなのが横行してますからね、はい、なってますからね、はい、はい、
そして、はい、まあ、先ほど5番目に言いましたが、はい、陸海空、うん、この3つの、ね、自衛隊、はい、指揮命令系統を、統一化統一する、はい、一元化、うんうん、する統合運用を向上させ進化させると、うん、これ3つバラバラなんですか ね、 今ね、バラバラなんでしょう ね、 ね、うん、あの友達作戦の時もやっぱりそういう問題が出て、はい、それをこうとあのロバート博士がやっぱちょっ と統合するというか、そういう形でなさったという話は聞いたことありますね。なるほどね、横のつながりというかね、そうですね、はい、それをね、はい、もうちょっとこう密にしていただきたいということですね、はいはい、あと、まあ、これも自衛隊は海兵隊がないので、うん、海兵隊的なものもね必要かと思いますけれども、うん、はい、自衛隊の水陸両用作戦能力を一層高めると、はい、そうですね、うん、そしてこれはちょっとあれですよ、大事ですよ、はい、7番、うん、日本固有の領土である尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を遠慮なく一層強化すると、うんうん、はい、遠慮なく、遠慮なく、ね、遠慮する必要ないですよね日本の領土に遠慮しなきゃいけないですか、ね、はい、自分の国ですよ、遠慮なく脅かされているね、そういえばその尖閣は殿城から尖閣に住所を変えるって言いましたけど、変わりましたかね、あ、どうですかね、正式に変わったのかな、ね、うん、でも あれですよ、最近中国さんがですね、沖縄という名前を呼ぶなと、ほうほう、そこまで言い始めたんですよ、あ、琉球と呼べた、これは沖縄と、もともと琉球諸島だそうです、うん、ここは、へ、でそれを沖縄というふうに日本が勝手につけたので、うん、その名前自体もその認めないと。あら、まあ、沖縄なんか国際司法裁判所かなんか、ね、出してますね。これってやっぱりいちいち反論しなきゃいけないでしょうか。そう、反論した方がいいでしょう。ねえ、これまあ、はい、そうですよね。沖縄の問題ですからね、これね、うん、領土問題じゃなくてね。そうです、そうです、はい、反論しないといけないと思います。うん、だって沖縄の、その沖縄から出た国会議員さんが独立独立言ってますから。はい、独立を視野に入れてとか言ってますから、うん、どうするんですか、独立してシナさんと一緒になるんですかね。まあそれしかないでしょう、うん、自分たちで防衛もできませんし、ね、防衛できない、経済もないよ、お金もない、はい、どっから日本から独立してお金もらうんですかね。ねえ、ねえ、だから意味が分かりませんけど、まあ、私的には日本から独立してアメリカになる、はい、ああ、アメリカになる、いいですね、グアム島みたいな、はいはい、それもいいですね、いいんじゃないですか、はい、その方が沖縄は中国に取り込め、ね、うん、はい、られないかもしれませんよ、いいですね、うん、そのことアメリカになる、だからもうね、本当に日本国民というか沖縄県民全員にこれ知らせないと、うん、今の状況、そうですよね、いけない、もうどん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 向こうは外堀埋めてますね、そうなんですよね、はい、本当に琉球独立っていう言葉は、うん、居酒屋談義だったのが今、はい、公に、もう公になってますから、なってますね、はい、どんどんもうきちんと、さて次ですが、はい、8番ね、はい、集団的自衛権を認め、まあ、もう認めてますけれども、日米安全保障条約をより対等かつ総合的なものにするために、はい、グアム島ね、グアムなどの米国の太平洋地域の領土をはじめ、ハワイや、うん、アメリカ本土の防衛に協力することを約束すると、うんうん、これまた結構な飛躍したあれですよね、うん、まあでもこれはもうその日米同盟ですよね、日米同盟という意味で言うと、うん、結局その偏無性というか、アメリカは日本を守っても日本はアメリカを守、そうそうそう、守らないでいい的なものがあるから結局、ね、うんうん、変になってでしょ、でまあトランプさんがね、もし大統領になったらこれはやめると、うん、はい、いうふうな、まあ、ニュアンスのことも言ってますから、日本はもうそういう日米同盟でアメリカもきちんと守る的なあれをやるか、それとももう自国で自国防衛をするか、うん、どっちかですよね、そうですよね、もうちょっと乱暴な言い方ですけど、お友達ですからやっぱりね、はい、お互い様ですからね、やっぱりね、守り合わなきゃいけないですね、はい、本来は、はい、はいはい、そして9番目に、はい、オーストラリア、はい、韓国、はい、フィリピン、はい、タイ、はい、インドネシア、はい、まあ、インド、はい、ね、台湾、はい、ね、そのこう日本を取り巻くこの東アジア、うん、の、うん、安全保障関係を、はいはい、一層強化すると。今でもね、韓国も入ってるんですか。韓国も入ってますね、南朝鮮、微妙な感じですね、微妙ですね、はい、あ、北朝鮮のことで韓国、まあね、韓国は北朝鮮があるから、うん、
いざとなったら日本とかにすがるしか、うん、嫌だろうけどすがるしか方法ないんですよね。うん、この前インドとアメリカと日本があれしてましたよね。やってましたね。共同でね、あの訓練をね、うん、はい。このインドという国はね、やっぱり大事ですからね。ね、爆発的に中国の次にあのもう世界大経済がなると言われてますから、そうなのか。挟み撃ちにして中国をというの考え方もあるようですね。中国に三峡ダムという恐ろしいダムがあるんですけれども、あそこにインドがロケットをポンって撃ったらおしまいになるっていう、そうですね、話が出てますね。あの決壊したらもうね、はい、大変なことになるというふうに言われてますよね。そして最後に、必要があれば、憲法9条を改正する、はい、これはやらないといけないです ね、改正かも、憲法を破棄する、はいはい、まあ、作り直すというか、まあね、反対、基地反対の人は憲法9条を守っとれば何も起きないというふうにおっしゃってますけど、最近アメリカの副大統領が何か言ってましたよね、我々が作った憲法、はいはい、そうですね、はい、ですから、まあそこはね、もう本当に日本という国はそこをまずやらないと、うん、別にだからその戦争するわけじゃないですよ、守るためにやるので。そうですよね、はい、うん、まあ、でもね、あの先週のあれでありましたけど、その自衛戦争もダメだと日本男性3割、女性5割とか言ってましたから。そしてこれは、はい、まあ、大切なこと、今未来さんも言われてましたけれども、はい、日本の軍国主義、主義化、軍国主義化ね、先ほど言われた、はいはい、軍国主義化を懸念する声、はい、に対応するため、政府の情報発信力を強化する、日本政府がね、説明しなきゃダメです。そうなんですよ、沖縄も、はいはい、なぜ沖縄に、うんうん、あの米軍基地が必要なのか、はい、うん、まずさ、戦争が起こったところから始めれば、その辺の勉強もさちゃんとできてない気がするよまあね、本来その戦争のいろんな、まあ、戦争史というか、うん、第二次世界大戦の、まあ、これ見方がいろいろあるんで、もちろんありますけど、ただ真実の歴史的なものも実際あるのはあるんですよね。これはアメリカでも認めてる人たちはたくさんいるので、はい、だからそこのところは、まあ、いろんなこれをやり言い始めるともう全部が崩れちゃうので歴史を作り直さなきゃいけないところまで行くから、まあそこができる人いるかどうか分かりませんけど、もうそっか、ね、あの情報ですよね、やっぱりね、はい、情報ですね、情報です。正しい情報を、はい、こう全国民にね、そうですね、はい、はい、ね、なんで言えないんだろうね、はい、何かあるんですかね、うん、あるんですよ、あるんですか、やっぱり、はい、あります。まあ、何かないけど、言ったらもう時間足りなくなるので次回にしますね、まあ、次回というか、そうですね、まあ、とりあえず次の、まあ、ロバートさんが最後に、はい、以上の課題はね、10項目の、はい、何十年も放置されてきたものであると。そうなんです、何十年もね、先送り、ね、日本の大好きな、はい、先送り、はい、先送りですね。そうなんです。これを成し遂げるには相当な努力が必要だ、しかし、できるところから始めていけばですね、そうですね、お互いに、はい、まあ、お互いにって日米ね、双方に関連した課題ゆえ、はい、必ず補完的な結果によって、はい、困難な課題も克服できると、うん、はい、私は考えると、ロバート博士がおっしゃってます。もうはっきりね、真正面から着実にできるところから取り組んでもらいたいと、うん、まあ、安全保障関係はね、そうです、アポ法はね、ちょっと設置しましたので、やってますからね、はい、はい、日本は慎重すぎるということです。慎重なのかな、何なのかな、考えてないんじゃないですか。でも県民というか国民性的に、まあ、慎重はね、あるんでしょうけどね、アメリカ人から。もはや猶予はない、急げよ日本という締めくくりで終わってますけれども、ね、はい、本当でもそう、本当猶予ない、どんどん猶予なくなって首が締まってますよロバートさんが、ね、あの沖縄から出られて1ヶ月ちょっとですけど、だんだんもう、はい、この1ヶ月の間にもっと首が、うん、沖縄のこうね、キュッてこう鶏の首じゃないけど締まってきてる感じしますね。そんな感じですよね、はい、す、今ちょっと無法したいですからね、はい、高江とかね、はい、もうね、やりたい放題ですよね、やりたい放題やってますから、はい、まあ、いずれまたいろんな結果は出るでしょうけど、わかりました、はい、では、はい、CM、そうですね、ちょっと、ね、先 CM 入りましょうね、CM お願いします、はい、はいはい、走りだよ、皆さんの声もあやたんじろー、はい、失礼しました失礼しました、元気でした、はい、一泊遅れたね、さっきからチーンってなってるのこれですはい
はい。さて、うん、もうね、フライドラインフェスティバルが今週土日、はい、普天間飛行場で行われますね、うん、はい、天気どうですかね。ね、天気がちょっとあれなんです。だいたい7万人ぐらい入るんですね、毎年ですよね、はい、反対派の人も入ってますからね。すごいですよ、うん、みんなさんね、上等なカメラを待ち構えてですね、はい、反対派の人も入ってピザを食べてるという話ですね。何者でしょうかね、うん、はい、さて、はい、本日はね、うん、エンディングでいつもおかけしている中島みゆきさんのファイトという曲、はい、そうですね、はい、これ何、満島ひかるさんが、え、コマーシャルで、あ、沖縄出身の、ね、はい、満島さんも歌ってますね、なんですか、カロリーメイトのコマーシャルとかだったりしてますけど、うん、はい、これってね、うん、聞いたことあります？ありますよ。 それで全部、はい、全部はどうでしたかね。あります。これはですね、はい、オールナイトニッポンっていうラジオ、はい、うん、有名ですね。昔ね、未来さん、ね、パックインミュージックとか、とね、はい、うん、セイヤングとかね、はい、ありましたよね。日本放送のオールナイトニッポンのお手紙、はい、おはがきか、これは。そうですね、お便り。お便りからこの曲が生まれたというかね。これは1982年。今から34年前の5月4日、はい、放送の最後にですね、うんうん、みゆきさんが読まれたハガキです、はい、ちょっとこれご紹介しますね。はい、みゆきさん、こんばんは。私は中学を出てすぐに働いて2年になる17歳の女の子です、うん、この間私の勤めている店で店の人が私のことを、あの子は中卒だから事務は任せられないと言ってたのを聞いてしまいました。私、悔しかった。悔しくて悔しくて泣きたかった。中卒のどこが悪いと言いたかった。私だって高校に行きたかったけど、うちのことを考えたら私立に行くなんて言えなかったし、高校に入る自信もなかった。なのにこんな風に言われるなんてひどい。ごめんなさい、愚痴を書いてしまって、またお便りします。ペンネーム、うん、私だって高校行きたかったさん、うんうん、という方のおはがきが、はい、これはがきだから、うん、はがきですね、読めるの、みんなね、うん、みんな読んでるよこれね、うんうん、が34年前ですね、うん、の日本放送の中島みゆきのオールナイトニッポンで最後にみゆきさんが読まれたハガキでございます。そして、はい、そのメッセージにみゆきさんが答えてますね、うんうん、はい、これは中島みゆきさんが言ったんですよ、はい、高校へ行きたかったあなた、女の子です、うん、私はあんた本人じゃないから、あの言い方ね、ミ、うんうん、ユキさんの言い方分かるね、うんうん、あの言い方、自分の基準でしか物を言えないけどね、偉そうなことを言っちゃえば、どういうところと通ってきたかっていうことよりもね、そこで何をあんたが吸収してきたかっていうことだと思うわけよね、うん、理想論かもしんないけど、うん、でも周り中の全ての人間に、うん、あなたの良さを分かってもらおうというのは無理なことだけど、うんうん、分かってくれる人もどこかに一人はいるかもしれないとかね、うん、誰かに分かってもらおうとするとか、うん、そういうふうに思うことだって素敵なことじゃないだろうか、うん、ファイトと中島みゆきさんおっしゃって、うん、はいはい、その後に世情という曲が有名な、うん、世情ね、どういう曲でしたっけ、未来さん、世情って、これ、ね、一番有名なのは三年恵組金八先生の中でちょっと、うん、はい、ものすごく過激な、中学に警察官が、あの時校内暴力が、そうです、流行ってて、ね、流行ってて、問題でしたよね、一番問題で、なるほど、その校内暴力で学校側が警察を呼んで、うん、警察がその中に入ってきて生徒たちを逮捕するという、そういうスロービデオのシーンでした。そうそう、それその中にかかったんです、成長という曲、加藤有名な加藤君というね、沖田博之さんもいらっしゃいましたね、いろんな方たちが出てましたね、うん、世情がその時は、はい、その放送の時にはねかかったんですよ、はい、そのハガキを元にして作られた曲が、はい、そのファイトという名曲ですね。ファイト、この歌詞がね、まあ、歌詞じゃないですけれども、うんうん、ガキのくせにと頬を打たれ、うん、少年たちの目が年を取る、うん、悔しさに握りしめすぎた拳の中、うん、爪が突き刺さる、うん、とか、はい、暗い水の流れに打たれながら、うん、魚たちは登っていくとかね、うんうん、あとファイト、戦う君の歌を、うん、戦わない奴らが笑うだろう、うん、ファイト、冷たい水の中を、うん、震えながら登っていけ、うん、
ね、これはもう現代の ね、若者の皆さんにも聴いてほしい曲なんですが、ただあの単純にですね、応援歌じゃなくて、世の中に感じる理不尽、そうですね、いっぱいあるでしょ、理不尽、はいはい、ありますね。いや、本音と建前が、ね、違います。悔しさなどに対して何とか立ち向かって生きていこうとする、はい、若者たちに向けた曲、ね、はい、なのであると、うん、そうですね。ちょっとあのね、僕こう、最後にホワイト聞いて今日はね欲しいんですけれども、うんうん、あのパッとこう思い浮かんだのが、うん、今高江とか、うん、辺野古とか、うん、大山、うん、野田家、うん、最近嘉手納ですよね、うんうん、でもうね頑張ってる警察官の方々に、うん、そうですね、もうね逮捕したいと思いますよ、ね、もうめちゃくちゃされてます、うんうん、はい、今これも動画も出てますよ ね、 そうですね、あの暴力受けてますね、はいはい、あのテロリストに、まあ、なんかね傷害罪じゃないけどなんかが適用されるんじゃないですか。もうね悔しいと思いますよ、あの人たちは、うん、上からね命令が下れば、うんうん、即逮捕できるのに、はい、それもなく我慢して、うん、ね、うん、そういう人たちにね、はい、ちょっとファイトを送りたいと今日は ね、 ね、はい、思いますね、はい、ちょっと早いですけれども、はい、じゃあちょっとこれで、これでも全部入りきらないかもしれない。そっか、ではエンディングの割り行きましょうか ね、はい、いいですか、はい、よい子はお家に帰りましょうね、帰りましょう。そしてまだ帰ってない子は早く帰りましょうね、帰ってね。それでは来週、最終回ですね、来週ね、はい、お耳にかかりましょう。ナルさん、はい、ミレイさん、カリーでした、はい、デイビタン、グリーサグラ、またね。では